シュワープグです。片手埋まってる。実はね、今朝ごはん食べてきたんです。本当はオープニングの動画撮り終わってたんですけど、マイクの電源が入ってなかったんでもう一回撮ってます。本日台湾2日目ということで、朝ごはんを食べに行きました。その時の映像をとりあえず、はい、あ、着きました。本当だ、すごい行列。とりあえず並びます。ちなみに今6時37分です。入り口はここです。じゃあ作ってる朝から順番来ました。3つ頼みます。はい、Can I get the number one, number three, number forty-five? 頼みました。なんだかよくわからない間に、さあとりあえずなんか揚げパンもおまけに頼んじゃいました。ちょっと名前全部読めないんだけど、3番と1番豆乳はアイスとホット選べます。で、私なんでか知らないけど、パクチー聞かれなくて、本当はね、パクチー入れるかいられ言われない、いらないかを聞かれますということで、いただきます。めちゃくちゃ熱そう。すごい素の立ってるような豆腐。甘い、すごい、ちょっとお砂糖が入ってるんだ。あ、確かに美味しい。ちょっと辛い。確かに朝ごはんにはいいわ、もっと出汁の効いたスープなのかと思ったら意外とあっさり。ウェットティッシュ持ってった方がいいです。私一人でね食べに行ってきましたということで、改めましておはようございます。私はいつもは、アメリカに住んでいて、今回一時帰国で日本に帰ってきたんですけど、その日本帰国の間にちょっと私がねどうしてもね海外旅行したいなと思って、子供下2人連れて台湾旅行に来ております。まあ子供たちに初めての海外旅行ということで、まあいろいろとあるんですが、できるだけ子供が喜ぶような可愛いお店を探しながらご紹介していければいいかなと思っております。で、今回ね泊まったホテルから今のねこのお店までね歩いて9分で行けるということなので、今歩いてるんですけど、今警察の前で見て、すごいバイク、あ、すごい911が逆に書いてある。バイクバイクバイクですね。やっぱ小回りが利くし、台湾みんなねバイク乗ってる人すごいいっぱいおられるんで、パトカーも、パトカーじゃないの、パトバイクいっぱい並んでます。普段ねアメリカのお店を紹介している動画なのに、台湾ってなってくるとちょっとわけわかんないかと思うんですけど、もしよかったらね最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで2日目始めていきたいと思います。ホテルから歩いて、これはもうほんと信号を渡ったところに可愛いお店あります。1日目に動画撮ってきたんで、もし気になるようでしたらぜひ1日目を見ていただきたいなと思っております。あ、日本でいうとこの緑のおばちゃんがいます。だよね、今学校行く時間だもんな。朝出てきた時はいなかったけど、今ね7時半ぐらい、いっぱい交通安全の方がいて、そう、私の泊まったホテルの近く、バス停の名前が小学校だったんで、こんな感じですごいいっぱいいる。ちなみに私が泊まっているホテルはこちらです。実はホテルに朝食ついてるんで、子供たちはホテルの朝食を食べるそうなんで、ちょっと見に行きたいと思います。とりあえず帰ってきました。
私今外でブレックファスト食べてきたんですけど、ホテルにもブレックファストがついてるんでちょっと見てみたいと思います。ということで、こちらシリアル、これはトースト、パン、あ、サラダいいね、グアバがある、グアバとグレープフルーツ、ピーナッツ、コーヒー、あ、まだ向こうにもあんじゃん、これはなんだ、チャイニーズボリッチ、あー、おかゆだ、やっぱいいね、アメリカはみんなシリアルとパンだもんね、普通の白米かな、あ、ライスだ、あ、平和、ライスヌードあるよ、 I know. 自分でやるの、うん、自分でやるんじゃない、楽しそうだね、目玉焼きと野菜炒めと、あ、これコンビニで売ってるような卵かな、さらに、あ、小籠包、朝ごはん小籠包いいね、揚げ物もあります、なんか炒め物すごいね、かわいい、ちなみにここに置いてあるメダルがね、朝食チケット、全然お客さんいない、もうみんな食べ終わっちゃったのかな、それともうちらが早すぎんのかな、こんな感じでパンと小籠包、フルーツとパン、あと両面焼きの目玉焼きだね、私も今食べてきたのに、また気になるこの台湾の卵とちょっとだけサラダをいただきたいと思います、一旦味見して多分もう一回取りに行くと思います、いただきます。ちなみにこちらのホテルの宿泊料金はアメリカのドルで約140ドルでした。円やドル、サイトでお値段の違いがあると思います。2日目、3日目のホテルはこちらです。ここもね、すごく綺麗、まだ新しいのかな、ちょっと高めなんだろうね、普通のホテルよりはね、もしかしたらわからないけど、ホテル渡ったところに人気のドーナツ店があるんで、ちょっと行ってみようかなと思います。今ね、11時オープンでこのぐらい並んでました。これが結構人気のドーナツで、ここだけ買いました。この後もなんか食べに行くんで、めちゃくちゃ出来たて。お値段1個25ドル。25ドルでした。うまっ。出来たてだからめちゃくちゃうまい。周りがサクサクで中がふわふわ。うん、おいしい、さほど思ったほどは甘くないね、ということで移動しましょう、隣スシローだよ、 Oh my gosh! It's a Genshin Impact collab スシロー、セブンイレブンのサンリオコラボショップ、結構歩いた、行きます、セブンっぽくない感じで、うん、ここも黒みだよ、あ、ここいっぱい種類ある、あ、これ可愛かったのに、探し始めると止まらない、セブンっぽくない商品がいっぱい売ってます、すごいラブリーだね、着きました、ちょっと気になってたビュルレーシェーブアイスのお店にやってきました、うわこれ持って歩けんだ、
なみにこれ餅ついてます。できた溶けないもんだね。いただきます。中からなんかゼリーみたいなの出てきました。美味しい。めっちゃ盛り上がってる。あ、何それ、かわいいじゃん。これ台湾来てこれ買うかな。見て、これかわいい。あ、本当だ、ピアス。まだ他にもあるんじゃない？この町に来てまだ1軒目だで、雑貨屋。180ドル。どっち行くの？こっちはキャラクターショップ、こっちはセレクトショップかな。日本で売ってそう。 I like this. 今度行こうね。帰ったら、日本に帰ったら行けばいい。ジブリ。これ何の歌？あ、かわいい洋服。なんかかわいいお店が点々としてんだね。あ、匂いする。よかった、小籠包の匂いじゃなくてこっちのこの店の方が台湾のお土産っぽいね。小籠包、やっぱあのダンプリンとかさ、ボバが人気なんだろうね。これあの観光地だ、観光名所。60元だよ、これお土産に良さそうだね。ね、300。ああ、かわいい。そのなんかさ、なんだっけ、チャイニーズドラゴンのやつかわいい。750ドル。フリーズドライ好きにはちょっとたまらない。3個で1000円。多分ね、ここもなんかみんな来てるイメージなんですけど、もっと並んでるかなと思ったらあんまり並んでなかった。でも気になるからちょっと食べてみます。できたみたい。いいよ。Thank you. シシ。結構空いてた。暑い。他の人見るとすごい並んでたイメージがあるけど、今日は全然ラインができてませんでした。立ち食い。これね、結構美味しい。こう観光地になって人気店をいろいろ回ったけど、これ意外と美味しいわ。もちもちしてる。ピカチュウもあるけど、どれも一つ360ドル。店員の方ね、日本語喋れる。2つ買って帰ろうかなと思います。他にもいっぱいこの服が気になるけどね。すごくいい香りだったね。これを写真撮ってくださいだそうです。ここに温度が書いてあるそうです。台湾に来てバスかなりもう乗ってるんですけど、標識めちゃくちゃ楽、すごいいっぱいあるけど分かりやすい。ツインタイフォン中号屋さんです。
スド。何これ。なんか可愛い人。なんでか。可愛い。あ、団子売ってる。かわいいね。わお、みんなリラックスしてる。すごい。これから2日間はこちらのお宅にお邪魔します。はい、こんな感じで2段ベッドがあるお部屋です。トイレットペーパーは流せないパターンでした。で、バスルームがシャワーオンリー。一応ね、こんな感じでボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナーはついてます。まあ、なんか山小屋みたいな雰囲気。共有スペースがあるんだよね。とにかく暑いです今。一応冷蔵庫もあるね。はい、こんな感じです。なんか祭りやってます。なんだろうこれは。また雑貨屋さん来てます。雑貨屋見てご飯食べて、雑貨屋見てご飯食べてほしい、繰り返してる。いくらすんのこれ。1480ドル。まだ慣れないね。6000、7000。なんか台湾限定のものがあるらしいんで見に行こうかなと思いました。とはいえね、日本のも私見慣れてないんで、どれが台湾限定なのか分かってないんですけどね。ほうじ茶のゴーフルだって。69元。あ、いろんなのがあるんだ。グリーンティーとか。あ、お茶パック。さっきお茶買ったばっかりだけど、こっちの方がやっぱり安いね。マンゴーの、これはセミドライフルーツかな、ね、フリーズドライじゃなくてね。199ドル、199元だそうです。ポップコーン、ポップコーンかさばるね。チョコレートポップコーン、台湾限定って書いてある。Honey scented black tea, plum preserved, sour sweet. 美味しそう。ハーゲンダッツのアイスクリームケーキ。しかもちょっと可愛いよね。ゴルフ好きのお父さんにかな。アイスマカロン。読めないけど。美味しそうだね。無印の隣のビル、いっぱい雑貨があってかわいい。足湯？へえ。1個で100ドルで、3個入りで300ドルなんだ。へえ、かわいいね。香り高く良い。日本語もある。すごい。お土産になりそうなもの結構たくさん売ってる、ここ。たん、かわいいジョロだね。
この辺すごい可愛いね、ほんと。なんか台湾っぽいカバン、新しい商品で300ドルです。これもなんか台湾っぽい。何これ、かわいい。ここのビル全部かわいい。駅から三越とこの隣のお店に行きました。台湾といえば夜市ということで、夜市来ました。わ、なんか変な匂いがする。なんか刺してる丸いの、はい、あ、ちょっと美味しそう。たこ焼き、フレッシュジュース、あー、これね、ちょっと気になる。クレープにソーセージ、すごいね。今日平日だけどめっちゃ混んでる。暑いね。暑い上に火を使ってるからさらに暑い。たこ焼きだけどちっちゃいタコがいっぱい入ってる。あ、海鮮美味しそう。変な波に乗らないと進めなくなっちゃった。トートとにかくまっすぐ進むしかない感じ。止まっちゃいけない。とりあえず端っこまで歩いてみようかな。お祭りやってるからすごい賑やか。ハマッチ200元、ありがとうございます。娘がね、結構マニアックなやつを食べたいということで買ってみました。ミシュラン1個お持ち帰りにしてみました。これ、ね、前に来た時にも食べた牡蠣のお店、オーダーヒアフォーテイクアウト、お持ち帰りします。40分待ち、お持ち帰りも40分待ちなんでお持ち帰りにしてみました。なんかこの辺やってみようよ、よくわかんないけど。でもどれも同じような感じだよ。いや、ピンボールだね。ちょっとやってみよう。めっちゃ出てきた。このゲームの意味が分かりました。入れてボタンを押すと10掛けとか2掛けとかの数字がつくんですよ。そして光ってるラインに入ると、2の時に光ってるラインに入ると2倍、8とか10とかになると光ってるライン通ると8倍とか10倍玉が出るみたいです。なんで運がいいと玉がいっぱい増えるみたいですね。子供たちゲームやってる間にあっという間に牡蠣の時間になりました。取りに行きたいと思います。50嵐っていうお店でジュース買いました。ここのホテルは部屋でご飯を食べちゃいけなくて、不思議なスペースでご飯を食べます。ちょっと机が空いてなくて床でみすぼらしいんですけど、ヨギボあります。そしてご飯、これが牡蠣のオムレツと二郎飯と、これがハマグリのスープ。もうね、
イカは食べちゃったんですけど、これなんて言ってたかな、サザエ忘れちゃったおつまみ一口食べたんで、もう一口以上食べたんですけど、かなりねお酒のつまみのような味だったので、ここで食べたいと思います。あ、これもち米なのかな、ミシュランいただきます。あ、うん、まっ、すんごい美味しい。確かにいい味付けだわ。で、米がもち米なのかな、もちもちして美味しい。うん、うんふん、うんふんふん、これ2つ買えばよかった。すごい美味しい。プラムスープ、優しい味だね。オイスターオムレツはソースついてたんですけど、なんか前食べた時になんかなくてもいいかなっていう感じだったんで、ソースなしで。うん、うんふん、台湾どれ食べてもまあ大体外れがない、美味しい。ちょ、全部レンゲで食べてるんですけど、このなんだろう、サザエ、粒貝、いただきます。これめっちゃうまい。ちなみにね、さっき道で買ったこのゆずティー、本当に甘み 30%、 氷もほんのちょっとしか入れてないんですけど、ブラックパールっていうのかな、タピオカを入れて買ったんですけど、ゆずティーのゆずの皮が一緒に入っててかなり風味があって美味しいです。暑いからさっぱりしてて美味しい。あ、ビール飲むの忘れてた。台湾に来たんで台湾ビールいただきます。どう、薄めかな、ちょっとねさっぱりしてる感じ、でも特に癖もなく飲みやすい。ということで、これ食べて本日も終わりにしていきたいと思います。じゃあおやすみなさい。すんごい顔疲れてる。